個性体学とは、地質時代に生息していた、個性物の生活と環境との関係を調べる個性物学の分野の一つ。生体学とも関連するが、生体学そのものではない。化石と地層の堆積物に基づいて復元がなされ、意外群衆の分布や、花粉分析などから生物種を調べ現存する、同種や、近縁の種類の住む環境から、太古の環境条件の幅や、 地理的変化が推察される。地層の体積状態や海陸分布なども参考となる。動物の習性についても論じられる。ジゴスピラモデスタキシゴスパイラマデスタという湾足類。コケモモ類に着定し、元の状態のまま保存されている。インディアナ州南部のシンシナティアンキカ石生物の行動や相互関係は直接観察されないかもしれないが、古生物学者は、 個体と地域の両方を記述し分析する。そうするために、個生物学者は以下の過程を行う。個性大学の目的は、今日までに発見されている生物の生活環境の中で、最も現実的で最も詳細なモデルを化石から復元することである。このような復元は、環境の温度、食料供給、及び日照のプロセスなどの環境要因感の複雑な、 相互作用を考慮に入れる。多くの場合、この情報の多くは、化石化の過程や、周囲の堆積物の状況によって失われたり、変質したりして、解釈が困難になっている。環境複雑性要因は、通常、入手可能な数値データの統計分析によって、取り組まれているが、化石化のプロセスの研究は、タフォノミーの分野で扱われる。ありがとうございます。